こんにちは。八千代お塗りキリスト教会の牧師吉原学です。今日は9月の20日、詩式21章の16節から25節、悪が続く理由、王である神の不在というテーマで見ていきたいと思います。今日が詩式のファイナルでもあります。ここまで詩式を通して、神が王として治めないその世界がどれほど混乱に満ちていて、そして人々を堕落へと導くのかというものを私たちは見てきました。今日もイエス様を私たちが王として迎える一人一人となって、この地に誠の平和をもたらす、立て上げるものとなっていくことを主の御名によって祝福します。詩式21章16節から25節。回収の長老たちは言った。あの残った者たちに妻を迎えるにはどうすればよいか。ベニヤミンのうちから女が根絶やしにされたのだ。また言った。ベニヤミンの逃れた者たちに後継ぎがいなければならない。イスラエルから部族の一つが消し去られてはならない。しかし自分たちの娘を彼らに妻として与えることはできない。イスラエルの子らはベニヤミンに妻を与える者は呪われると誓っているからだ。そこで彼らは言った。そうだ、毎年シロで主の祭りがある。この町はベテルの北にあって、ベテルからシェケムに登る王子の日の登る方、レボナの南にある。彼らはベニヤ民族に命じた。行ってブドウ畑で待ち伏せして見ていなさい。もしシロの娘たちが輪になって踊りに出てきたら、あなた方はブドウ畑から出て、シロの娘たちの中からそれぞれ自分のために妻を捕らえ、ベニヤミンの地に行きなさい。もし女たちの父か兄弟が私たちに苦情を言いに来たら、私たちはこう言います。私たちゆえに彼らを憐れんでやってください。戦争の時に私たちは彼ら一人一人に妻を取らせなかったし、あなた方も娘を彼らに与えませんでした。もし与えていたなら、今頃あなた方は責めあるものとされていたでしょうと。ベニヤ民族はそのようにした。彼らは女たちを自分たちの数に従って連れてきた。彼女たちは彼らが略奪した踊り手たちであった。それから彼らは出かけて自分たちの相続地に帰り、町々を再建してそこに住んだ。イスラエルの子らはその時そこからそれぞれ自分の部族と氏族のもとに戻り、そこからそれぞれ自分の相続地に出て行った。その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。今日の最初のテーマを見ていくときに、誓いを取り下げないイスラエルという副題がついています。イスラエルは昨日のところでヤベシュギルアデの娘たちを捕らえて無理やりにめとらせることをしました。そして今日のところではシロの娘たちがまた捕らえられます。このような悲劇が起きた原因はどこにあったんでしょうか。イスラエルはベニヤミンとの戦いでベニヤミンの女たちをですね、根絶やしにしました。ベニヤミン部族を絶やさないためにイスラエルは本当は女の人をですね、嫁がせることをすればよかったんですけども、イスラエルの娘たちをベニヤミンに嫁がせないという誓いを立てていました。しかしこの誓いはイスラエルが神の約束の民、
まあ、神の共同体ですね、そのことを忘れた罪が一番大きな問題であったということを私たちは見ることができます。それは自分たちの正義と感情に任せて彼らは判断したからです。本来はこの誓いがイスラエル民族全体のその存続にですね、関わるような問題であったとするならば、まず一番初めにすべきことはそのことを神に尋ね、神様が何を願っておられるのかというですね、御心を求める必要がありました。そして誓ったその誓いが正しくなければ、誓いを取り下げて神の御前に悔い改めることをすべきであったのであります。しかし彼らは神に尋ねることをせず、悔い改めることもしなかったので、イスラエルの王でありリーダーである、そこに神が存在されるということを忘れて、まるで自分たちが王のようになって、すべてのことを判断し決断していきました。獅子の時代の一番の問題は、神不在の中で常に自分を中心とし、基準として、そして相手を裁き、同族であったとしても手当たり次第にですね、争うことをし滅ぼしました。彼らはそれぞれが自分の目に見て良いと思えることをですね、していたわけであります。私たちに今日ここから適用すべきことは何でしょうか。私たちの家族やまた教会、そして信仰共同体に問題があるときに、まず私たちは自分の目で見て自分の考えで判断するのではなく、家庭と教会のその主人である主である王であるイエス・キリストを私たちは認めて、そのお方の御心を求めることから始める必要があるということであります。その時に神様が与えてくださる解決方法は、相手を裁くことではなく相手を受け入れ、そして愛することであります。私たちが本当に神に向かって解決の方法を求めていく時に、主の御心は愛であります。神不在というのは愛が失われた、愛が不在している、そのような状況を意味します。すべての問題は実はこの愛が失われたことにあります。私もよくありますね。もう少し私に寛容と忍耐があり、そして神を信じることができたならば、あの問題は、あのぶつかりはなかったのに。私も以前はもっとあの問題の人が信仰を持つことができるように、変えられるようにというふうにですね、祈ったことがたくさんありました。しかしその時に主が言われたことは、あなたはその人が抱えている問題を知っているのか、その人の悩みを本当に知って寄り添い祈ることをしたのか、その人が苦しんでいるその全てのことを知って寄り添ってきたのか、そんなふうにですね、主は私に言われました。そしてあなたの愛の不足ことが問題であるということをですね、私に主は示してくださいました。自分自身の霊の目が暗くなっていたことに悟らされ、そして私が悔い改めたことが何度もあります。ヨハネの手紙第1の2章の9節から10節を読みします。光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありません。私たちは神の光の中にですね、置かれ、そしてその光に照らされることがなければ、自分の中にある暗闇が見えなくなるものであります。イスラエルは完全に霊の目が閉ざされていて、自分たちの罪と問題が見えなくなっていました。そして罪と悪が何度も繰り返されていきました。私たちの中に今日繰り返される問題や罪があるでしょうか。今日イエス・キリストの中に再び私たちはとどまり、その光によって私たちは自分の罪や暗闇が照らされていくときに、主の愛が注がれ、この世に誠の和解と平和を築く、キリストの使者としての役割を
果たすものとなりますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。19節からのところを見るときに、イスラエルはヤベシュギルアデを虐殺し、そしてベニヤミンに妻を与えたんですけども、それでも不足していたので、次にシロの娘たちを捕らえて与えることをします。彼らはそのシロの人々の引き裂かれた家族の痛みや、また傷ついた娘たちのことを一切考えることをせずに、自分たちのその目的だけが達成されればいいんだというふうに思いました。私たちがここから学ぶべきことは、目的が正しくあったとしても、それを満たす方法が間違っているとするならば、むしろその問題に蓋をして、いや、もっと問題が大きくなる結果をもたらすということを覚えることができます。この世は成果主義であって、結果が良ければそのプロセスは関係ないというような、そのような傾向にあります。人を犠牲にしてでも自分が成功すればよいというですね、そのような競争社会の中で、また傷ついた者たちが本当に無責任な罪を犯していく、そんな時代になっています。それぞれが王となって自分勝手に生きているこの世の姿を見ることができます。しかし、誠の王であるイエス・キリストは、王としてのその立場を主張せず、自らがしもべとなり、私たち罪人に仕えるためにこの世に来てくださいました。十字架にかかり、そして最後すべてを捧げ、その愛によってイエス様は今この世を、私たちの家庭を、そして教会を治めておられます。イザヤ書9章の6節を共に読みたいと思います。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イエス様の主権を認め、イエス様が王として治める場所に誠の平和が与えられることを信じていきたいと思います。今日もイエス様を王とし、私たちが迎えるときに、私たちの家庭が回復し、教会が立て上げられ、この世が神の御国へと変えられていくことを、主の御名によって祝福します。共に祈りましょう。自ら王として生きるイスラエルの姿の中に、罪と破滅を見てきました。誠の王であるイエス・キリストを私たち一人一人の心に迎え、私たちが使える教会や、また家庭や、またこの地に神の御国を立て上げる一人一人となることができるように導いてください。感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。